日本東京都北区赤羽西赤羽西は東京都北区の町名。現行行政地名は赤羽西1丁目から赤羽西6丁目。郵便番号は1 1ゼ5 0 0 5 5東京都北区の北西部に位置する。北で赤羽台、北東で赤羽、東で赤羽南、南東で中十条、南で十条、中原、南西で西が丘、 西で板橋区ハスマ町と接する。北区北西部の大地に東西に長い町域を持つ。町域の東平を JR の鉄道路線が南北に走り、赤羽駅が町域に隣接して所在する。西部の赤羽西五丁目には、旧陸上自衛隊十条中屯地赤羽分屯地から転用された自然観察公園が置かれている。 住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば赤羽西一の30の1の地点で87万2千円平方メートルとなっている赤羽村が1871年11月に浦和県から東京府北豊島郡に編入され1889年に同郡岩淵町の一部となったその後合併により1932年に 東京市大地区が成立し、大地区の一部分となった。昭和30年代に住民から再開発の請願が出され、帰宅と住宅、都市整備公団によって、1976年から計画が着手、1986年春に14階建ての高層住宅など第1期事業が完了した。第二期事業は10階建て店舗、19階建て店舗、 住宅を建設する計画であり、1988年1月、伊東洋稼働から1992年9月オープン予定の出展計画書が提出された。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。